JR 高崎駅東口前、以前お伝えした駅前にできた囲いの場所に行ってみると何かの作業を行っていました。こちらは前回3月上旬頃の様子です。前回と変わった点といえば重機が稼働していることのみです。今回は高架橋で作業員とみられる方が作業を行っている様子が確認できました。JR 東日本などは今日5月2日現在でこの高崎駅東口周辺で建物建設を行うというリリースは発表していません。ここでは一体何が行われているのでしょうか。